はい、こんにちは。言語聴覚士の竹本です。今日は、早口言葉は無意味という話をしたいと思います。病院を退院するときに、早口言葉の宿題をもらって退院した方はいらっしゃらないでしょうか割とですね、今まで何人かお会いしたことがあります。ただ、早口言葉の練習は、おそらく、ほとんどの失語症の方にとって、 意味がないので気をつけましょう。では、今日の動画の内容は、まず、話がスムーズにできないことの原因と、それに対する正しい練習方法についてお話をします。では、早口言葉と言いましたが、例えば、こんなやつです。赤いえ、青いえ、あいうえか柿の木、くから柿くけこさ笹の葉、やくさしすせそう。といった、 こういった早口言葉の練習は失語症には全然意味がないので気をつけましょう。では本編に入る前に簡単に自己紹介をしておきます。僕は今大学で失語症の研究をしたり、企業でリハビリ機器を作ったりしています。またお家でもリハビリが受けられるオンラインの失語症リハビリもやっておりますので、興味のある方は下の概要欄から見てみてください。では、 本編に行きましょう。まずは、スムーズに話せないというのは、どういうことなのかということから行きます。まず、人間が話す仕組みについてお話をします。人間が話をするときはですね、まず、脳の中で言語を作ります。そして、その作った言語を口の動きに変換して、 口から出していくと。で、僕らが話したり聞いたりする実際の言葉はこっちですね。口から出た言葉になります。ただ、実は脳の中で言葉は作られているんだということがすごく重要です。で、話せなくなる原因はこのルートのどこかに問題がある場合です。まず一つ考えられるのは一番最初の 脳の中で正しく言語が作れていないということ。そして二つ目は脳の中の言語は大丈夫なんだけれど口に変換するときに途中で間違ってしまうというパターン。それから最後は口そのものの問題でうまく喋れないというパターン。この1、2、3と3種類あるということが大事です。 では、1から詳しく見ていきたいと思います。まず1つ目は、脳の中の言語そのものがダメージを受けている場合です。これを失語症と言います。おそらくこの動画を見てくださっている皆さんは、ここに該当すると思います。症状としては、正しい言葉が浮かばないとか、言葉は浮かんでるけれど、正しく並べられないとか、 そういった理由でスムーズに話ができないというのがこの失語症になります。そして二つ目は口に行く途中で間違えてしまうというものです。これ専門的に言うと発語執行という名前の症状になります。口が勝手に間違えてしまうといった感じです。例えば頭では あって言おうと思っているのに、なぜか口に出すと、いになってしまうと。そういった感じですね。これも、失語症と一緒に起こることが割と多いので、この症状で悩んでいる方もいるのではないかなと思います。そして、三つ目は、口そのものの問題です。高音障害と言います。口が麻痺してしまったり、 口に怪我をしてしまったり、そういったことによってうまく喋れなくなるというのがこの三つ目ですね。頭の中の言葉は完璧に大丈夫なはずなので、もし字を書いてもらったりすれば全く間違いは起こりません。ただ口がうまく動かないというだけの問題です。そして今言ったこの三つそれぞれで 全部練習方法が全然違います。ここが気をつけるポイントです。失語症の場合と、発語執行の場合と、高音障害の場合、この3つでやるべきことが全部違います。で、今日お話しした早口言葉は3つ目のここ。 高音障害の練習方法として使われるものです。なので、失語症や発語執行といった問題の方には、この早口言葉全然意味がないので気をつけましょう。逆に、失語症の方には、やはり失語症の訓練をちゃんとやらないと良くなりませんし、 発語執行の方には、発語執行用の練習をちゃんとやらなければ意味がないです。ということでですね、正しい練習をしましょう。一見症状は似ていても、原因が全然違うということがよくあります。なので、なるべく自己流で練習を考えず、ちゃんと詳しい先生に聞いて、効果的なリハビリ方法を教えてもらってください。 ということで今日は早口言葉は意味がないという話でした。最後にお知らせをしておしまいです。はい、本編お疲れ様でした。最後にお知らせをします。家からリハビリが受けられるオンライン失語症リハビリをやっています。スマホリハベストという名前です。パーソナルトレーニングでの失語症のリハビリになります。 困った時にはいつでもご相談いただけます。ご家族の相談も受け付けております。もし興味のある方は、下の概要欄にホームページを載せていますので、よかったらご覧ください。それではまた次回の動画かオンライン失語症リハビリサービスでお会いしましょう。